見えなくても皆さんが地球のどこにいてもいつも呼吸し歩けるように生きる活力になれるように皆さんのみんな子になっていつも熱い気持ちで答えます。愛してるという言葉ぎこちなくて恥ずかしくてあまり誓っていませんでしたが、これからはよく誓うでしょう。ヘネチアの皆さん、愛しています。